新ちゃん、どうも、ミドルスムーズインダブルジェイズ。はい、どうも。ホーチミンで行くべき観光名所ベスト3。もう俺ら8年目、7年暮らしてますから、はい、我々が紹介するベスト3ですよ。いや、まあ、7年住んでようが、もうまず2年間ぐらいコロナで、あんまりこう外出てない。で、もう5年ね。うん、で、ちょこちょこ日本で仕事したってことで、トータル、2年目です。めっちゃ言ってたって。言ったから、いろいろ。いろいろ言ったし、聞いた情報もあるから、その中でよりすぐりのベスト3を紹介しましょう。はい、私、井出和弘。第3位。靴トンネル。ピュー。靴トンネル。ベタ。ベタ中のベタ。はい、いやいや、やっぱ。そもそも、ベタやってからのシュールとか。そうね。気をてらうはその後、まずはベタ抑えましょって話でしょって。初めて来た人っていう体だからね、その人たち紹介してるわけでしょ。そう、いや、もうみんなに紹介してるこう紹介してね、いながらこんなこといきなり言うのも嫌だけど、正直もう6年前よ行ったのね、うん、まあ俺も1回しか行ったことないけど、うん、でも衝撃はすごかった。すごかったよ。あたかもなんか別々で行った感じにしてるけど、俺は一緒に行ってるし一緒に行ってマジで行ってよかったと思って。いや、俺もよ、うん、銃も実弾で撃てる場所があるじゃん。 それも、まあ、あれめて、うんうん、だし、そういう戦争のさ、なんかリアルな場所みたいな、言ったら山の中でさ、そういうのもいるわけじゃん、うん、そんな経験もないから、はい、いい体験だったなと思う。でも、一番ね、トンネルの中を本当に体験できるので、そうね、グッてさ、うん、もうで、まあ、概要欄の方にリンク貼りますが、我々が潜ってる動画もあるんですけどね。貼るってことなんだ。やっていいやろ、それは。俺らの動画で。あ、俺らの動画で。俺らの動画で。俺らの動画でさ、潜ったけど、マジで、西洋人の方とか、ほんと動けてるから。そう。ほんとに。あれでも、ちょっと広げてやるし。ほんとはもっと、もっと動ける。いや、だって多分、めっちゃ遅いところと、ちょっと通りやすいところあったと思うんだけど、めっちゃ細いところが多分その当時のものなんか当時のサイズだと思うんだけど、まあ、だからこそそういうね、ベトナム人の人たちが、まあ、勝つためにそういう穴を掘ったという体験できるわけだけどね。足をさ、その動物とかのおしっことかつけて足臭くしとってさ、へえ、それで、うん、あの味方か敵かとか判断したりはで、嘘だったらどうしよう。でもまあそういう話を聞いたことがあるってことですね。そう、へえ。要はあの穴の中っていうか、その洞窟の中入ってさ、うん、パカッてこう銃だけ出して、そうね、バッと足を打つわけ。そのためには足をでしか判断できんじゃん。なるほどね。だけんあのブーツじゃないとかね、サンダルとかだからサンダルね、あれ売ってあるよね。売ってあるよね。1話取るとあのタイヤのゴムで作ったサンダルみたいなのがあるよね。そうだ、そこはもう行くべき。マジでホーチミンからちょっと遠いけん、半日ぐらいかけてね。でも全然あの半日コースってすごいいいなと思った俺、あの時朝8時ぐらいに、うん、あのバックパッカー街らへんをね出発して、ね、バスでね行くんだけど、まあもちろん日本人系の観光の会社もあって、そう、ね、日本人ガイドの人もいたりとか、うん、まあするんだけど、はい、それは自分で選びます。はい、だから最高だと思います。はい、ありがとうございます。僕が選ぶ第3位は、はい、豆腐カフェ。え、これはもう豆腐行きましたよ。豆腐です。豆腐カフェじゃないです。豆腐作ってるみたいな、日本のなんか普通にあるとこ、藤原豆腐店みたいな、ちょっとおしゃれなカフェでありそうだけど、豆腐だけでなんか作りましたみたいなそういうのじゃないです。豆腐カフェもう行ったやん一緒に、はい、あの半地下に、なんか地下にとぼけさせてよ俺にもとぼけさせてよ場所ですよ。地下のね、武器庫があって、もともとはだからベトコンの、まあ、秘密基地みたいなね。ベトナム、ね、ベトナムコンバットでしょ。ベトナムコンバットだっけ。ベトコンでベトナムコンバットだっけ。そうでしょ。あ、南部解放戦線みたいなこと言われたりするんだっけ。ベトナムコンバコンバットでしょ。だったっけ。ベトコンはでもベトにコンよ。さっき言った CONG の、ああ、じゃあやっぱ共産党、共産党の漢字で書くとね、ベトナム語をね、ベトナム共産、いや俺の方が正解を略してベトコンです。いや俺言ったよ、ベ
ベトナムコンプサンって言うんですよ。ベトナムコンプサン。言ったよ。これ略して。共産の共って言ったよ。で、まあ、地下を武器庫にしてるわけですよ。でそれがね、まあ最初入った時に、あ、普通のカフェ入ったと思ったらさ、そう。いや、ここ開くよとか言われて、パカって開けられて、ね、下に入れるんですよ。階段、秘密階段が、ね、あって。で、下入ったら、本当、当時の武器がこう残されてるかのようにね、そうそうそう、置いてあって、ちょっと奥まで行けたりするよね、こう入ってさ。で、あれさ、俺ね、2回行ったよ、うん。で、2回目行った時に、あの登るところもあって、うん、2階まで直で登れる。地下から2階まで。あ、でそういうルートもあって。はい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 、はい。そう。だけど、まあ、当時本当に秘密基地として使われてて、そうね、まあ、その、ね、南の人たちが押し寄せた時には、そうやってそういったところに隠れて、まあ、逃げたりとかして、たっていう、その場所ではね、マジで3位だ。行ってほしい。カフェの方は、毎日空いてるけど、うん、そう、資料館、隣ぐらいに建物があるのかな、うん、そこは土日やってない。そう、そうね、これね、結構注意した方がいいです、うん、はい、なので、しかも月金も5時までしかやってない。これは確かに見れんかった。2回目行った時、そっち側見れんかったんだけど、ああ、そうね、やっぱ見れんかった。だから、そうそう、まあ、ほんと注意して行って、そう、ぜひ見てみてください、ね、さあ、では2位行かせていただきます、はい、よろしいでしょうか。はい、ニューは極中華街にある天狗宮。はい、天狗宮、天狗宮って覚えてください。お、天狗宮、そう、悟空で覚えてください。どうなってね。まあ、これマジで魅力的。ベトナム語で言うとティエンハウ廟か、ジュラティエンハウ名物の、こうくる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 って渦巻かれた、うん、あの線香、うん、これにお願いをして上にね、かけてもらって、はい、お祈りするみたいなあるんですけど、もうこれはね、やっぱもうやるだけでも十分、そうね、だし、さらにはなんと周りにさ、結局中国人街でさ、うん、まあ、中華料理美味しいとこもあるし、うん、市場も結構魅力的なのね。確かに、ホーチミン市の有名なね、弁天市場とか中心部にある観光客の方がいつも行くような、うん、とはもう全然レベチの市場がめちゃめちゃあるもんね。そう、あの辺に。そう、私やっぱね、この雑多な感じがさ、また良かったりするじゃん、うん、ね、中心部はもう整理されだして、そうね、割と綺麗な感じだけど、うん、ちょっと離れたね、その僕はまだまだこう昔の雰囲気残ったままのとこも多いし、昔の建物も多いし、そういうのも、まあ、体験できるということで、トータルであの辺周辺ってことね、うん、天狗宮だけじゃなく、そう、あの辺周辺、あの辺周辺言ってください。え、なんかあるかと思ったら、なんかないです。それこそこの前のロータス TV で撮った中秋月、うん、はいはい、あの、お祭りはもうやば、俺初めて行ったけどやばかった、マジでやってるね、僕、うん、すっごいお祭り、うん、だからそういうね、中国の雰囲気も味わえるっていうので、なんか2度美味しい、はい、うん、2日目のカレーみたいな感じですね。ちょっともうだけシュール寄りになってきてない。そう、ベトナムを楽しむっていうちょっとシュール寄りになってきてる。あ、そうか、いや、でも、はい、それです。それを、いや、楽しめる場所です。はい、行ってみてください。さあ、そして僕が選ぶ第2位は、はい、デン、ビーホームセントラルパーク。どこ選んでんの？そんなとこ選ぶ？2位で。いや、俺はね、え、俺はそう、もうトータルよ。そのビーホームってね、うん、こっちのコンドミニアムがもうバン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 立ち並んでる場所ですよ。まあ、マンション群ですよ。マンション群が立ち並んでる場所で、まあ、ホーチミン市中心地からタクシーで10分ぐらい、5分から10分ぐらいの場所にあるとこなんですけど、そこにエアビーとかで泊まって、うん、一泊エアビーとかで、ね、4000円、ワンベッド、ツーベッドで4000円ぐらい、ツーベッドで4000円ぐらいのとこなんですけど、まあ安いじゃん、それでも。まあまあ安いよ。で、40階建てぐらいのとこに泊まれて、で、なおかつね、ここにもういろんなそのランドマーク81っていうタワー、東南アジアナンバーワンのタワーもあるし、うん、で、そこの下には
公園めっちゃ広がってる。公園がもうすごい。まあね、ちょっとこんな遊具もあって、日本風な感じもあります。あるね、うん、もう芝生もすごい整えられててさ、うん、あんまりなんかみんなさんが描いてるベトナムの感じとは全然違う。まあね、さっきの中華街の雰囲気とはもう全然違います。全然違う。ここにいたお子さんとかと一緒に行ったら、プールあってジムあってそういう公園あってって一日おっていいもん。で、そのランドマーク81にはさ、買い物もできるじゃん。まあね、そう、ユニクロあります。ユニクロ、ギャップ日本で買った方がいい。ベトナムオリジナルのものも、あ、まあ、前紹介したのとかもあるし、T シャツとかありますね。そう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 、そういうのも体験できて、これまでやっぱあの公園で遊んだりするのがめっちゃいいなっていう。いやでもどう、いや俺は否定したくないのよ、うん、旅行に来とって公園で遊ぶかで。いやだからもうちょっと空き時間があったりするんよ。それはさっきみたいなカフェとか行こうぜ。あ、夕方なんか1時間ぐらい空いたな、公園行こうな。いや、なんかその1ヶ月以上滞在する人に勧めてるあそこに泊まって、まあまあいいのはね、病院も近いし、何かあった時病院もね、まあ、ね、そう、敷地内にあるし、うん、あるけど、何かあった時、いや、あるけどやな、なんかちょっと、いや、ほら、全てを肯定したいのよ。まあでも飯も食えるしね。いや、そうそうそう、俺、うん、そう、ランドマーク81って、まあ、81階建てなんですよ、うん、で、70何階かで、77階とかだったから、うん、飯食えるんですよ。レストランあるもんね。で、俺一回行ったのよ、うん、めちゃくちゃいい。だって、あれでしょ、レストランで食べるならそこまでタダで行けるでしょ。もちろんもちろん。本当は展望台の料金は変わらないんだよね、上に登りには、うん、あ、でも、あれよ、多分一番上まで行くのはベッドいるところ。あ、なるほどね。81万円とか変わってなければ。もっと有名になるべきと思った。あ、最高。周りの建物より全てより高いところから見れるわけだからね、うん、ご飯が美味しかった。はぁ、店名出したら、まあ、ウッシーナ行ったけど。あー、ウッシーナ、ステーキ屋さん、ステーキ屋さん、うん、全て良かった。それも付け足しで第2位です。はい、よし付け足し第2位、あれだし。では、入れ風情的、はい、第1位、やはりここでしょ、外すなよ、絶対にフラットは寄りたいよね、でもなぁ、やっぱ行くっしょ、ヴィヴィエン。ヴィヴィエンね、これです。やっぱあのバックパッカー街と言われているヴィヴィエン、まあ、夜ね、昼間って夜は夜ですね、歌舞伎町が一本の道路になったみたいな。そうね、それぐらい凝縮したみたいなね。音がすごいもん、歌舞伎町どころじゃないよ、もう音の感じは。どこだ、あれは。あれだけもう2丁目歌舞伎町やん歌舞伎町、町内変わったんだよ正直、まあ、1位だけど長居する場所ではない。そうね、と俺は思って、まあ、もちろんする人もね、いるよ、あのゆっくり酒も飲めるし、うん、酒もやってそんなに高くないけん、いいし、でも僕はだから大体1回往復して、まあ、どっかなんかちょっと落ち着ける場所でビール1本2本飲んで終わりっていう感じかな。だって大体アテンドするとき連れて行くでしょ。あ、そこ行く行く、やっぱね、うん、で喜ぶよね、みんなね。そう、日本じゃないっけんさ、海外って、うん、もうパーティーピーポーなんでずっとクラブばっかって、うん、すごい、本当にすごい、うん、やってね、路上で飲むもよし、店の中で踊りながら飲むもよし、何でもできる場所、ヴィヴィエンが第1位。そして今回の第1位は、ワースト1位紹介しようとしてるメコンカークルス様。あら、もうそうだ、結局メコン川クルーズですよ。メコクルだ。あ、メコクル、もう本当行ったことある人ばっかりかもしれないけど、申し訳ないけど、うん、でも結局じゃん、結局行くやん、メコン川クルーズ行くでしょ。まあね、うん、だし、まあ一回は行くべきと思うよ。これもだけ半日ツアーぐらいで行く感じになる。まあいろいろあるじゃん、泊まりもあるし。泊まりもあるね、うん、俺それも行ってみたいけど行ったことなくて。俺らが行ったのは半日ツアーだよね、うん、朝出てで夕方ぐらいに戻って、そう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 、もう本当メコン川を自分で漕いだりもとかもできるもんね。できた、変わったやん、おばちゃんと
あーやらしてって言ったんだ。してっつって全然焦げない。そう、すまんけん使えちゃって、後ろの人たちが大迷惑。オンシーズンの時とかはもう写真とか見てももうやばいな、手こぎボード、まあ船頭さんとおばちゃんとかがやってくれるんだけど、あれがさもうブワーって並んどって、そうね、それはそれでちょっとだから時期は選ぶかもしれない。まあただやっぱそうやってこうね、低い船でさ、ね、何人かで乗っていく体験とかって、で色もね独特なこうコーヒー色というか、そうね、そういう川をこうマングローブの中をそう行くのは、うん、いい経験だし、そうツアーとかで行くと牛とかにも乗れて、あ、牛がこう運んでくれる感じか、馬車的な、うん、ロバじゃなかったかな、ロバだ、ロバ、ロバじゃないか、ロバ車にも乗れるし、そう、蜂蜜工場みたいなところもね行ったね、行けるし、なんか本当そこのメコン川周辺もね結構いろんな体験ができるんで、ね、これは一回行くべきと。あれも食べれるよね、魚、じゃあエレファント、エレファントフィッシュか、エレファントフィッシュ、これはマジで行くべき。そうね、あれは楽しいですね。はぁ、それが第1位です。メコン川か、まあ、久しく行ってないけどね。いや、これも6年、7年前の話やけど、そうそう、だけど、まあ、情報は古いです。本当は住んでるから最新情報のはずよ。正直メコン川にさ、うん、連れてってって言われたことある？ない。俺もないよ。そのなんかさ、自分らで行くとか言ってくれたりするじゃん。行きたがらん、やっぱあれなんかね、半日取られる、そう、半日取られるっていうのが結構大忙しだもんね。そう、まあそのイベントがいっぱいあるけどね、そのツアーとかだと、うん、俺はあんま家族連れとかはそういうなんかずっとこっちで会ったことはないけん、家族連れとかって夜遅くまで飲んだりするじゃん、うん、遅くまで飲んだらさ次の日朝、ね、8時集合とかきついじゃん。そうね、子供とか喜ぶと思うよ。だけど俺は子供を今度連れて行こうとは思うんだけど、うん、まだ連れてないけど、そう、それはじゃあ行ってください。はい、はい、皆さんぜひ今の観光地行ってみてください。参考になってるそれは、まあ個人的に感想です。